はい、今回特別講師いきます。前回タイム先生やったので、今回はテイ先生いきたいと思います。なんじゃもつい呼んでる状態です。はい、久しぶり。あ、どうも。なんかあのメガネとかもらえるんだろうな。多分そういうことなんだろうな。で、なんじゃもとせい先生って多分会話があるんですよ。まああのせい先生、あのオハコンカウちゃんめっちゃいじってたんで、コイルガールって呼んでんの。あ、知らんかったんや。あ、なんやこのやりとり。はい、なんですか。あ、まあ他の動画配信者あってねえからな。属性書きがね、やめろや、そういうこと言うの。僕だけって、あ、いや、そんなことはないです。あの活動の幅は狭まるんで。あーはははい、そういうことにしておきましょう。契約って言うなよ。契約って言うなよ。なんか契約って。いやいやいや。その契約書とね、あの、婚姻届けか。それなら歓迎ですけども。言っちゃって戦いそうな気がするわ。まあとりあえずでいいか。はい、まあ、はん、あー、いや、まあ電気タイプいるかな。あ、まあ椅子でか、椅子であげるわ。はい、まあどっちも主題ポケモン、まあ主題ポケモンといってもアローラの姿ですけど、まあこれはブルーベリー学園にはいるの、いるけど、パルディアにはいないからね、ちょうどいいでしょう。はい、はい、お願いします。で、せい先生、話しかけよう。まあ、よろしくやってって、なんか、ちょっと、あの、こと、語弊が。まあ、どうでしょう。どうでしょう。あ、すいません。はい。じゃ、バトルしようか。まあ、最初の約束、はい、まあ、しましょう。キャリーを好きにっていうの地味に先生初だよな。学校最強大会でも戦わなかったからね。さあ行きましょう。ロシューゼル、ああ、でも相性いいぞ。たまたまやけど相性いいぞ。結構いろんなポケモン使ってきそうだな。はい、どっちだ。アローラか普通かい。ちょっと出すポケモン変わるけど、でもマスカーニャに出してくるってことは多分アローラなんだろうな。でもアローラ読みでラドボン出しましたけども、あ、ですよね。はい、炎4倍です。なんか拡張も4倍です。はい、ゲームさせてもらいました。はい、特区を上げました。てか後ろだけめっちゃジャンプしてるな。白ですな。ここまでいいや。地面ゴースト、まずシャドーボールが抜群に入るので、
お前こう、特攻1段階上げてるしね。はい。やったね。ドンカラスは変えよう。これ相性悪いので、どうしようかな。パーモントでいいか。はい、悪飛行なんだね。はい、じゃあ電光掃除。はい、OK。やったね。次は何を出してくる？使い切ったけど、フェルシアン。どっちだ？あ、まあ、どっちでも格闘弱点からここまでいいのか。まあ、通常か。アローラの姿も、わー、猫だまし。一応、アローラの姿もさ、一応、ブルーベリー学院にいるからどっちの可能性もあったんだよね。はい、防御と防御が下がる。はい、 OK。 ライチュー、ライ、どっちだろう。アローラかな。そう、よく、あー、まあいいや。あ、次最後？通常かな。あ、通常か。まあいいや。テラスタルトリックフラワーで。はい。さあ、何テラス？あ、非電気か。はい。ゴリ押しで行きました。はい、ありがとうございました。あ、まあなんか新しいのか古いのかよく分かんない喋り方だよな。はい、つうことで何をくれるんだろう。サングラスかな。あ、どうも。ポイントアップ、ポイントアップ。あ、サングラスくれないんだ。はい、ありがとうございます。ステージ2期、ステージ2期って言われてんの。そうなんだ。はい、じゃあということで今回この辺で終わりにしたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よし、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。